始まったでーす。今回は競馬編ということで園田競馬場にやってまいりました。なんと千葉サラブレッドセールで購入したお子さんが本日8月31日園田競馬場第2レース2歳初出走にてデビューします。その名もベラジオ園田ラブ。パチ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 。森川さん、はい、園田ラブ名前の由来を教えてください。はい、ちょっと緊張しますね。はい、カミカミです。あの、久しぶりですけどね、ベラジオボッキーニについてゆるく馬だということでね、聞いてるんで本日ね来たんですけども、園田ラブの名前の由来はうちの会社がですね、地域に育てられたということで、すごいこう恩返しがしたいと、そういったことでこの園田競馬っていうのをね、会社で始めてるんですけども、要は愛してるとか特にね、この園田を愛してる、園田競馬を愛してるっていう意味で今回こういう名前にさせてもらいました。おお、聞いてますか、園田競馬場の関係者の皆様、愛してます2歳出走馬ということで、どのようなレース展開を期待してますか、森川さん。まあ、そうですね、基本的に園田ラブはね、なぜ有力かというと調教がね、すごい動いてるんですよね。タイムがね、結構破格で2歳ではちょっとね、あんまり出ないようなタイムを連発してるみたいでね、調教師のね、ボッキリと一緒の坂本先生なんですけども、先生曰く能力が違うと。で、今日のね、能力が違うってことはね、レースでもね、スピードがね、すごい秀でてるって聞いてるんで、おそらくそのスピードの違いで前に行ってそのまま押し切りかなっていうを予想してます、はい、期待していきたいと思います。そして今なんと一番人気です。皆さんの期待も大ですね。まあね、ちょうど 1.0 倍とかなんで、はいはい、本当は負けん買いたいんですけどねちょっと 1.0 倍とかね、ただね、競馬にやっぱ絶対はないんで、はい、確かに能力は、ね、内評判ではそうなんですけども、絶対はないんで、まあそのあたりでね、ちょっと調教指揮士の馬もね、油断なきようにね、レースしてくれたらなと思います。はい、ありがとうございます。では第2レース、パドックへレッツゴー。おはようございます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 。体重の高さで感じですね。来る前は461キロなんです。あ、そうですか。ま、で、その、2日前も461、ずっとキープしてます。だから輸送したら、まあ、減る、もうボロとかしたら、もう4キロくらい減るんで、でも何回かはするんですね、やっぱり。まあ全然、まだちょっと上がってよくしたい。でもいい。うわ、今いいね。踏まれかけましたよ、ね。踏まれかけ。はい。人間。人間です。こけなんですか。こけました。猫は強めに足ここ行きそうなんですよ。避けてましたけど。じゃあ、じゃあ、そうだ、テレビに映りに行った森川さんってことか。
必ずしも強いのは勝つとは限らんから大丈夫だっけ。毎年もこのデビュー戦だけはほんま緊張する。親心あれがおとなしいわ。頑張っていつも通り回ってきたのかって。よしよしよけたけど、おお最高のスタートあーもうスローペースやな余裕。ついていかれば。よし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 。おーいもっと離して。強い。すごいすごい。おー、ダントツ。ダントツかっこいい。かっこいいすぎる。まあまあ余裕やな。おー。いやいや、すごい。これはやばい。すごいすごいすごい。鳥肌立つ。強すぎる。かっこいい。なあ、阿部ちゃん、2番来たよ。内枠。この初戦勝ったのでかい。もう賞金もこれでオープン戦なんぼでも出ようす。すごい。馬なりやでこれ。最後馬なり。全然これでもまだ余裕です。すごい。期待大ですね。盛り期待大。大きいはやっぱこの重馬場も大きいな。ちょっと時計かかりそうやな。暑いから。こんな馬なり完走で5頭立てで1分32秒なんてやばい。バケット買え。10円買った。どうでした？ありがとうございます。じゃあ入ってください。はい。はい、あ、これですね。はい。はい、足踏まれたから。じゃあ。ようがまたね。どうぞ。すみません。やっぱりちょっといいですか。いいです。まだ良くなります。あ、まずか。重賞も狙えそうですか。あ、まずか。まだ。全然多分できてないんで、ああ、もうただ能力だけで、ああ、ま、出してるんでね。はい。これサイン、はい。いいですか？検討を終えました。坂本先生にインタビューしたいと思います。先生、見事一着でしたね。そうですね。まあ、まあ、予定通りって言ったら予定通りなんで、一応やっぱり能力が心肺機能が違うんで、まあ。この結果は、まあ、今の能力になって、こう、勝たせていただいたっていう感じだと思います。ありがとうございます。先生、ずっとね、おっしゃられてたんですけどね、今日はね、本当にお布石というか、次以降からがやっぱり、先生は結構神経取られるんですね。そうですね。まあ、今回もあれだけど、まだまだ馬は良くなる余地を本当に残しているので、うん、で、まあ、ケズヤもそうなんですけども、今、まあ、今頃怪我とか抜けてるぐらいの状態なんで、まだまだ良くなるかなと。わかりました。先生、ズバリ今年の園田ラブの目標は？そうですね、まあまあ、一つ一戦一戦を、まあ、大きなこと言わずにまず一つずつを
取っていくっていう形を取っていきます。先で打てることちゃうじゃないですか。そうですね、まあまあでもそういうやっぱり謙虚な、ここで大きな目標も大事なんだけども、やっぱり謙虚さも大事かなと思って、まあ一つずつやっていこうかと思ってます。わかりました先生、はい、ありがとうございます。先生また次回以降も何卒ペラジオそうならもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はおめでとうございます。ありがとうございました。先生にも期待してます。はい、僕には期待してください。さよなら。